値は深淵、リーエコー唯一のロックミュージシャンだ。最近コンサートツアーをやろうと思っててな。場所は、あんたいろんなところを巡ってる旅人だよな。あたいをその旅に加えろ。どこへ行こうと構わねえ。ロックに欠かせないのが情熱だ。おい、ぼーっとしてないでさっさと動け。一曲弾いてやろうか。あたいの新曲だぞ。あっち見ろ、なんかすげえロックなものがあるみたいだぞ。すげえ雨降ってるな。コートが濡れないように気をつけねえと。どうやらすぐには止んでくれないみたいだ。でもステージは延期しねえぞ。ふん、この天気の中でどう観客を引きつけるか。そうだ、猛吹雪の極限忍耐力ロック挑戦なんてやってみるのはどうだ。やば、どっか隠れないと髪型が乱れる。おっす、さっきまで喉を開く練習をしてたんだ。今日も喉は絶好調だぞ。上がり上がり、ほわ、用事がないんならちょっと寝てくる。いよいよ開演だ、一緒に盛り上がろうぜ。おお、わかった、先に寝ろ。あたいはいつ寝るかって。まずは琴の手入れをして、それから曲の編集だな。ステージの後は余韻ですぐには眠れねえよ。あんた、あたいが怖くねえのか。みんなはあたいのことを刀みてえな目つきで、着てる服も喋り方もめちゃくちゃだって言うんだ。やつらはあたいと目が合ったらすぐ逃げ出す。ああ、なんだかな、スタイルが違うってだけなのに、あたい別に化け物じゃねえし。ロックはフォンテーヌから伝わってきたもんだから、まあ新種の文化ってとこだな。はあ、でもリーウェじゃ不人気なんだよ。うるさいって言って嫌うやつが多くてな。だからあたいはあたいのステージを見に来てくれる人に感謝してる。あたいのステージを見に来たのか。じゃあもっと前に来い、前の方がもっと盛り上がるぞ。そんじゃリーウェコーでここしかない限定ライブ始めるぞ。あんたとは割と意気投合したが、あんたはこの世界の人間じゃないんだったな。まあそれならこの世界のルールを気にせずに済むし、それこそ人生ってもんだろ。つまんねえルールとかさっさとなくなっちゃえばいい。縛られずに自由に生きるべきだと思わねえか。あたいのロックにもっと音楽的な要素を加えてえなって思ってる。なあ、あんたリズム感やばいからドラムでもやってみねえか。やったことない？大丈夫だって、ビビんなよ。要するに勢いだ、勢い。やってみろ、あんたセンスあるから絶対うまくやれるはずだって。神の目の炎をロックの伴奏に使うやつはテイワット中探してもあたいしかいねえだろうな。この力にもっと畏敬の念を抱くべきだって批判するやつもいるけど、神様が神の目をあたいにくれた以上、あたいの使い方だって一応神に認められてるってことだよな。このことはあたいが作ったんだ。本当はフォンテーヌのロック楽器みたいなのが作りたかったんだけど、作っていくうちだんだん違うものになっちまってさ、こいつにはずっと名前をつけようとしてるんだが、例えば遠近や西玉とか低山とか、あでもなんかいまいちなんだよな。あんたなんかいいやんないか。あんた遠楽って知ってるか。金持ちが宴会で聞く音楽のことなんだけど、こいつがすごいぞって煽ったり、あいつがとんでもねえって歌ったりするんだ。そんなことに音楽を使うなんて、ああ全然ロックじゃねえ。一番気に入ってるステージ衣装は芸商花で編んだ服だな。あんたも花くらいは見たことあるんじゃないか。赤くて情熱的なんだ。それにあたいのロックと最高に合う。
あたいはよく万民堂で夜食を食べるんだけど、シャンリンが忙しくないときはいつも話しかけてくれるんだ。たまに遅くまで二人で話し込んじゃったりさ。ん？何を注文したかって？ああ、ぶっちゃけあたいが注文するんじゃなくて、シャンリンが作ってくれたものを食べてるだけなんだ。だから料理は毎回変わる。味もな。もうあの子のことは料理界のロックスターって呼んでも全然いいと思うんだよな。昔誰もあたいのロックを聞いてくれなかった。でもある日、うちでやってみないか、合格すれば常駐の歌手として雇うって急に彼に誘われてさ、やっとあたいの音楽を理解してくれるやつが現れたって嬉しくてその話に乗ったんだけど、結局現地に行ってみたら彼が葬儀業者の往生堂の家系だったことを知った。どう考えてもあたいの音楽に合うわけないだろ。変なやつだよ。あんた千貫軍って知ってるだろ。やつらにはいつもあたいのライブをダメにされてきてさ、ここにステージを作るのは禁止だとか、そこはダメだとか、ほんとめんどくさい連中だよ。でもあたいがそのことを総務省にクレーム入れたら、あのテンチェンがリーユへのなんとかを改定してくれたみたいでさ、とにかくそのなんとかってルールで今後はステージを専用スペースに建てることになって、事前申請もしなくちゃいけなくなった。ああ、相変わらずめんどくせえ。まあでも昔みたいにあちこち追い出されずに済むようになったよ。白術先生が処方してくれる薬は喉のケアにめっちゃいいんだ。で、過去にお礼を言いに彼の前で即興ロック演奏したら彼の蛇が気絶しちゃってさ、あれ以来あの蛇、あたいを見かけると必死に白術先生の服の中に逃げようとするんだ。後で聞いたけど、蛇って振動にすっごい敏感らしいな。彼女か？率直で肝っ玉がでかくて気が合うやつだよ。視聴整合の武勇伝がマジでかっこいい。あの話からロックのインスピレーションをたくさんもらったぜ。特別にあいつらに歌を作ったこともある。今じゃあたいが歌い始めたらほとんどの船員が一緒に歌ってくれる。もう船歌でいいんじゃないかって思うね。あいつは最高に面白い。物静かで暗いやつに見えるけど全然違うぞ。昔あいつが友達に連れてこられた時にステージ上にいるあたいに話しかけてきたんだけど、周りがうるさくて聞こえなくって、そしたら次の瞬間いきなりステージに上がってあたいと一緒に歌い始めたんだ。しかもこれがめっちゃロックだったわけ。こういうのがいわゆる人は見かけによらないっていうやつなんだな。彼女往生堂の同主なのにいっつも楽しそうな顔をしてんだよな。ちょっと何考えてんのかわかんねえ。街中で会っても堂々とあたいに声をかけてくるんだけど、火遊びが好きな人は商売繁盛のための保証ですねとか変なこと言っててよ。ちょっと不気味だよな。こっそり教えてやるけど誰にも言うなよ。あの人ガチのロックファンなんだ。どんだけ忙しくてもあたいのライブを週に3回以上は見に来る。和遊茶館の看板娘って言ったら近畿書画とか花鳥風月みたいなのを好むイメージだよな。きっと普段からストレス溜めてるにちげえねえよ。あいつが初めてあたいをロック中毒って言った時、わけがわからなくてさ、あたいが違うって答えたら向こうは、いや絶対そうだって言い張るもんで、ちょっとばかし言い合いになっちまったんだ。でも結局あたいのとんだ誤解だった。中毒ってのは愛好家って意味なんだと。あいつって本当に面白いやつだよな。今度この中毒って言葉をあたいも歌詞に取り入れてみようと思ってるんだ。あたいを知りたい？普通のやつならあたいと目が合った時点で逃げ出すぞ。あんた変わってるな。いいよ、じゃあまずあたいのロックから教えてやろうか。子供の頃もっと女の子らしくしろって言われてきた。
いろんなことを学ばされたけど、センスがないからうまくいくわけもなくてな。それで散々なこと言われたよ。でもロックは違う。教える人がいなくてもあたいはちゃんとできる。なのにそれでも女の子らしくないって言われる。これが偏見っていうやつさ。昨日のあたいと今日のあたいの違いに気づいたか？あんたに会うため出かける前に顔のマッサージをしたんだ。それに目と口の筋肉をほぐすために鏡に向かって笑顔の練習もしたんだぞ。どうだ、いつもより優しく見えるよな。ん？いつもより怖くなった？ふん。琴の練習に付き合って疲れたろ。そろそろ昼飯の時間だ。一緒に食べようぜ。あんたの分まで作ったんだ。具はトマト、ソーセージに卵焼き。ん？こんなことするやつに見えないって？バカにすんなよ。料理とか可愛く盛り付けたりとか別にいいじゃんかよ。あたいはロックの反骨精神を崇拝してる。だからって常に反抗的に生きてるってわけじゃないぞ。あたいだって普通の生活を過ごしてるよ。裁縫をして楽しんだり、花や魚を育てたり、可愛い料理を作ったり、好きなことをしてる。それから好きな人を作るとかな。趣味はもちろんロック。あんた今まで何かに全力で打ち込んだ経験はあるか？好きなものと一つになった時、時間も空間も何もかも忘れて全力で楽しんで全力で発散する。そう、この酔いしれるような感覚、もう何百回何千回とやっても飽きねえよ。悩みは町中の子供と目が合ったら絶対泣かすこと。ああ、もっと優しく見える方法はないのか。思いついた方法は全部試したけど全然効果がなかったんだ。リーウェコー船舶局の昼飯はマジでうまい。脂っこくてお肉もいっぱい入っててさ、種類は少ねえけどあたいは飽きない。あたいから言わせればまかないのためだけに船舶局で一日働く価値はあるね。好き嫌いはほぼねえけど、あっさりした料理は嫌いだな。しょっぱいとか辛いとか味がしっかりついた食べ物こそ料理って感じがする。もし真珠翡翠白玉スープしか料理がなかったとしたら、あらかじめ唐辛子とソースを用意しとく。自然と体がリズムに乗ってきたぜ。ロックな料理だな。味は悪くない。ただパンチがちっと足りねえな。あたいが持ってやろうか？調味料を足してから食べたいんだけど、いいよな？誕生日おめでとう。な、見てみろ、あんたのために特別に作った刺繍だ。フォンテーヌの人形を参考にしてあたいたち二人を模して縫ったんだ。最高に可愛いだろ。なんだよその目は。あたいが刺繍できるってそんな変なことか？うん、このリズムだ。あっつあつの絶好調。今度のステージを楽しみにしてな。こんなに力を身につけた今なら、これまで作れなかったロックを生み出せるかもしれない。ありがとな。あたいの新作はあんたの期待を裏切ったりしねえぞ。やっばい、あんたのパッション最高に感じた。そんじゃあんたのためだけのロックをあんたのためだけに歌ってやるよ。